のこちら式次第と出席者名簿と、はいはい、頼みません。どうもありがとうございます。すいません。これより式典を開始をいたします。進行を務めますのは長野市教育委員会の教育次長藤沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに主催者を代表して長野市教育委員会近藤守教育長からご挨拶を申し上げます。ようやく寺町商庫が一般公開の運びとなったことともに喜び合いたいと思っております。ご承知の通り寺町商庫は松代寺町において幕末から昭和初期まで質屋を営んでいた金箱家の住宅であります。主屋は道路側の一部は幕末期の典型的な商家形式、その後大正期にかけて背面および上層に順次増築され現在の規模に整えられたとのことであります。表門は精緻な細工の役物瓦が多用され、七蔵は創意工夫された小屋組構造で希少的技術的に優れ、創建年代が明らかな商家建築として貴重な存在であります。単に見るための文化財ではなく活用するための文化財として、地元をはじめとする多くの皆様に有効に活用していただき、より一層の賑わいを創出していただければ幸いでございます。では続きまして、指定管理者であります NPO 法人夢空間松代の町と心を育てる会の茅山敦美理事長からご挨拶を申し上げます。松代の町づくりに若い人たちがですね燃えて、昨年地域志向計画を立てるにあたってですね、若い人たちが若者会議というような形でもって立ち上げまして、一生懸命町づくりに関わってくださったと。そういう中でこの町屋をですね、この寺町商家を何とかして若い力で運営していきたいというような熱い思いを持ってですね、私たちに提案してくれました。そこで私たち NPO としては非常に力不足ではありますけども、若者たちの夢とかその実現したいという思いをですね、何とか応援しようということで、まあ、もうここで腹をくくりまして、指定管理者に名乗り出たわけでございます。皆さんこんにちは。ご指名をいただきました市会議員の根津英樹でございます。夢空間の活躍、さらなる活躍と、そしてまた地元の皆様とのご一緒にもいただいて、歴史の町、文化の町がさらなる発展できることを念願申し上げまして、本日のお祝いの言葉に返させていただきます。本日はおめでとうございます。ただいまご紹介に預かりました手塚でございます。松代に、残されておりました宝がまた一つよみがえました。この保存修理に、おきましては、本当に長野市に最大限のご理解をいただいたこと、そして教育委員会の皆様に最大限のお力をお借りしたこと、本当に感謝申し上げます。文化財を使うのにあたって、使い勝手の良い文化財、収益の上がる文化財、そういうことを考えていく、その原点になると思います。そこに関しましては、やはり今後も教育委員会の皆様、長野市にはご理解をいただくことがあるかと思いますが、ぜひまたご協力をお願いするところであります。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、松代地区住民自治協議会会長代理西村重俊様、よろしくお願いいたします。寺町商庫は特に、自社が多数ある旧寺町に立地し、松代の周遊散策には最適な環境にあります。今後は外からの環境区画の周遊の場所、
また地域住民の憩いの場所として施設を活用していけるものと確信しております。指定管理者夢空間真っ白の街心を支える会の皆様には、特徴ある施設の良さを生かして多くの皆様にご利用いただくためにご努力をいただきますようお願い申します。それではここで木遣り衆から謡曲とお祝いの木遣りをご披露いただきます。木遣り松代会の皆様、よろしくお願いいたします。お喜びの杯の影も巡るよ、朝日影伊豆の三島の神風も吹き、治むべき世の始め、幾久しさとも限らじやん。はい、大体よろしいでしょうかね。よろしいようですので、まあ、それではいよいよテープカットと参りますけれども、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。無事テープカットが終了いたしました。テープカットの皆様にはご講談くださるようお願いいたします。後ろを見ていただきまして、後ろの門が今ご入場していただきましたですね、展示等のギャラリーとか、まあ、今ももう、展示物も飾られておるんですけれども、ギャラリーや多目的ホールとして貸し出す予定でございます。それと今、あちらの楽器の鳴らされている方なんですけれども、あちらの方が南の蔵といいまして、大体明治30年ぐらいに建てられた蔵のようです。それで特徴はですね、壁や天井風に鉄板が張ってあるというのが分かります。それでこちら、丸々が、特徴的な式屋敷の建物でございます。これはですね、年代は明確なんですけれども、大正時代初期ぐらいに建てられた建物でございます。中はですね、6畳の座敷と、丸窓の部分がですね、脱衣所兼化粧室です。それでその隣にですね、浴室がございます。この建物もですね、貸し出しを行う予定でございます。水道設備もついてございますので、お茶会等でご利用いただければと思います。こちら側なんですけど、こちら側は主要の母屋になります。明治26年くらいにはですね、一度この座敷の方が形と合わせて、お茶室に
大事なところは、文化だけではございますけども、内装に、防火用のフィルムを使用することによってですね、台所の内部のみ火が使えるように設定してございます。これもですね、先ほども言いましたけれども、地域のコミュニティレストランとして、活用していきたいと考えています。またこれ上がっていただいて、真ん中見ていただければと思うんですけれども、